すごい上がりますね。公平からモンダモンダがモンダがモンダが抱えてモンダがうわっわーわーぐらいモンダ今日はちょっと嫌われましたかね。いやでもあの辺のポール取ったらやっぱり強いですねフィジカルは。もうペナルティエでバイタリエでモンダにボールを持たせたら相手からしてみたら怖いでしょうね。シモがボールキープ。ゴメスからちょっと出すところがないか。コウヘイが打ちすぎる。これは正面ゴメスゴメスゴールキック。上腹高いですね。頭一つ上回ってますもんね。これはキーパー原田がキャッチします。ゴールボール止まりますね。止まりますね。激しい攻防になっています。前は水がないエリアです。ボール前上げていく。まだ止まる。ボールは止まる。前FCです。前FCボールです。ゴール前、おっとこれはポスト。ここは打っていった。打たせるな。おっ、これは PK。 そうですね、PK PK ですね、ペナルティーの中でエリア内での前 FC のファウルと。桑原ですか、抑えたのは。PK ですね。PK ですね。しかしゴール前でね、ものすごい土の状況ですが。人数かけに行ったんですけどね、ちょっと滑ってるかなんか知らないけど。さあ、ここはベテランの原田読み切れるかどうか。ホーガーの PK です。これは原田呼び出した。さすがベテラン21番原田。観客席から拍手が起こっています。かっこいいですね。かっこいいですね。今ので、まあ、最初に言っては長吉でしょう。そうですね、長吉ですね。キッカーが圧倒的に優位と言われるペナルティキックですが、ゴールキーパーの原田読み切りました。ノーファールできて松村が大きくクリア。公平が行く。公平がまだ裏からふわっとしたボール。トサが切り裂いていく。トサがシュート。おっとこれはクロス気味になったがゴールライン割る。調査行きますね。行きますね。前半から本当激しい動きですよ。
オーナーによる信任投票で入団したトサ、非常にいい攻撃参加を見せています。どうぞ。松村から大きく前線へ、ボールは止まるでしょう。止まりますね。さあ、痛い痛い、島大橋へ行く。裏が奪う、裏が奪う、奪えない、ゴメスが行く、ゴメスが行く。カウンターを狙いたい方が、戸佐がセーフティーに、セーフティーに痛い。ユウスケ公平がチェックに行く。クワバラが大きくクリア。おっと、ルーズボールはモンダに渡る。モンダが行く、公平にボールが渡る。ちょっと長いか、交錯するか、のキーパーキャッチ。まあ、下が良ければドリブルで勝負っていうのもあったでしょうね、今のは。モンダがバックヘッドで、これはフォーガーのファウルですね。モンダも高いですね。高いですね。さあ、早いリスタートしたいけど、ポジションはもっと後ろです。主審が指しているところですね。トサも上がっていく。ユウスケからセカンドボール、フォーガーがクリアする。これはモンダ、もっと襲ってる。裏が連れていた。素晴らしい二次攻撃でしたよ、今のは。素晴らしい爪でしたね。後半36分、11番の裏、後半36分を経過しまして10対1、藤枝山 FC が大きくリードしています。ホーバーセンターリングするヘディングシュート、マークの外。まだ攻撃を見せていきますが、いやでもいいじゃないですか、緩めてないんですから。これ緩めるようじゃまだまだですよ。でもそうですね、超攻撃的サッカーができています。本来の藤枝真由の姿が見えています。時間は後半37分を経過しています。10対1と藤枝真由が大きくリードしています。さあ、また藤枝真由ボール、うわこれはフォモンダに大きい、すごい声が出ましたが、あの距離で当たったら痛いですね。さすがにさすがのモンダといえどもあれは痛いですね。大川のフリーキックからセーフティーに行きたい。セーフティーに行きたい。あ、いいじゃないですか。いい判断ですよ。やはりクア落ち着いてますね。落ち着いてますね。大場から大きなボールが出る。これはタッチライン割ります。ゴメスがちょっと奪う。さあ前向けるか。公平が行く。ちょっとだけでかいと、これはもう滑る。